大島綾乃は、東京出身用金庫の職員であり、TBS、区の市の選手である。日本女子体育大学出身。身長155センチメートル。幼少の頃から新体操、バレーボール、ソフトボール、スノーボード等に取り組む無類のスポーツ好きである。物心ついた時から TBS、サスケを視聴しており、当時完全制覇を成し遂げた。 長野誠に憧れを抱き出場を志すようになった。日本女子体育大学在籍時、サスケ第31回大会に念願の出場を果たす。ファーストステージタイムアップとなるも、反り立つ壁まで突破する大健闘を見せた。その活躍をバックボーンに、女性版サスケである、くの一にも、大幅リニューアルが施された第9回から出場。第11回大会では、 ブラックステージの最終エリアまで進むと、有力選手の一人として活躍している。その活躍を機に、サスケ第36回大会にも久々に出場、難関エリアである、ドラゴングライダーを女性で初めてクリア。反り立つ壁を失敗し、タイムアップとなったものの、その活躍にサスケオールスターズの山本、進むサトルからも、お前すげえな、と簡単の声をかけられた。 大学時代から取り組んでいるボルタリングは現在も継続しており自身のライフワークとなっている。そのボルタリングがきっかけでサスケ新世代の有力選手である川口智博との交流が生まれ、久の市やサスケ出場時に要所要所でアドバイスを受ける等指定関係のような間柄となっている。本人も憧れは長野さん尊敬しているのは 川口さんと語っている。2019年6月に行われた、ドイツ版、サスケの4カ国対抗イベント、ニンジャウォーリアージャーマニー4ネーションズスペシャルの日本、代表チームに、女性選手枠として選出された。ありがとうございます。